はい、じゃあ今回、鮫島さんの寸法立体シリーズのモチーフにさせてもらった作品が、同じくアーティストの関根孝之さんの作品になります。こちらの作品も非常にインパクトありますけれども、なんか金箔の、そうですね、あのベースは金箔をそれも貼っていて、その上にあの紅茶で染めた薄い和紙を貼っているんですよね。それでちょっとあの生の金の薄い、本当にティッシュペーパーぐらい薄い和紙があるんですけど、それが紅茶で、この茶っぽい色は全部紅茶の、これとは結構強い。あ、そうですね、それは本当ひたすらもうすごい1時間ぐらい煮詰めた紅茶。あ、そうなんだ。そうするとちょっとこう金の色が落ち着いて、ちょっと渋い感じに。あ、なるほど。ちょっとお上品な金になるという、はい、そういう知識はどうやって身につけたんですか？その僕もその大学があの美術系なんですけど、教育学部出身で、そこであの染め物の授業があったんですよね。そこであの紅茶とか麹茶とか、なんかカフェインとタンニンを含んでいるものであればこう染めることができるっていうので、それでまあ紅茶をたまたま実験してみたら、結構なんかこういいちょっと透明感のある、まあ、茶系の色が出たので、結構最近は対応してます。すごくインパクトがあって、なんか本当にお店とかに飾られてそうな感じですね。はい、でそんな中、どういう経緯で今回鮫島さんはモチーフの相談をされたんですか？そうですね、まあもともと関根さんとの出会いもやっぱり 3,4 年前ですかね、の見参で、で一緒にたまたま在廊時間が一緒になった時に、で僕そこで関根さんの作品を見て、あ、すごく面白いなと思っていたので声をかけさせてもらって、でそこからまあちょっと話すようになってたんですけど、で僕が今回のこの寸法立体のアイデアを浮かんだ時に、じゃあ誰に声をかけようって思った時に、でやっぱりどうせ頼むのであれば、協力するのであれば、自分が好きな作家さんがいいっていうのはやっぱりあったので、であとはまあ何回か話もしたことありますし、まあ、正直頼みやすいっていうところもあって、あと関根さんの作風って僕の感覚なんですけど、ちょっとコミカルというか部分もあると思っていて、で僕の寸法立体も割とコミカル感もあると思ってるんですね。でなので関根さんだったら、なんかあ、それ面白そうって思ってくれそうだなっていうのもあって、あの声をかけさせてもらって、でそしたら関根さんも、あ、いいですよっていうことで了承してもらったので実現したっていう形ですね。じゃあ結構本当にこう作品としての相性というか、なんか内容に対するこだわりもあって選んだっていう感じ、ね、そうですね、はい、でも言われてみるとすごく納得感がありますね、うん、いかがでしたか？でもなんかそういう なんてお願いしたんですか？なんて、いやでも本当あのそのこういうのを作りたいんですっていうのを画像にして、 で持って行って、でどうですかっていう。どんな気持ちでしたか？まあ、本当最初本当びっくりしましたね。関根さんの本当面識はあったんですけど、でも普段本当すごいかっこいい立体作品を作る作家さんで、そうです、前まではその八百万シリーズを出してたので、なのでも今回その、まあ、絵画のパネルをこう、まあ、寸法立体っていうお話いただいて、まあ、僕もそういうの実際見たこともなかったの で、あとは他の作家さんとまあちょっとコラボ的な部分っていうのも今までしたことなかったので、まあ、すごい楽しみもあり、あとは鮫島さんからも僕は普通にいつも通りこう描いて大丈夫ですっていうお話いただいて、そんな感じで受けてましたね。どうですか、展示の時もなかなか大変でしたよね。これって微妙なこうバランスの配置をされてますけど、どう合わせたんですか？でもそれももう完全に関根さんに合わせる形で、あ、なるほど、はい、だ昨日実際セッティングだったんですけど、もう関根さんにはあの関根さんの好きな形にもう展示をしてもらって、でその後僕がそれに合わせて展示をするっていう形ですね。間も私は測ったりとかして、そうです、あの全部高さもその間も測って、その通りに再現してます、ね、
なんか僕だったらなんかちょっと適当でこんなもんかなってやってるだけなんで、鮫島さん多分すごい丁寧に測ってミリ単位で、ね、どれぐらい紫外線のあの、レーザーの測るやつとかでやりましたけど、どれぐらい時間かかったんですか。いやでもそれ自体は割とすぐですね。あ、そうですか。はい、もうむしろ決まってた方が早いと思います。なんか数値で決まってた方がやっぱり何もないと結構時間かかりません、設置って。いやちょっと右かな、ちょっと左かな、ちょっと上かなみたいなものが僕は今回なかったので楽でした。むしろでも実際にこう出来上がってみて時根さんどうですか。ああ、どうですか。それちょっと聞きたいですね。そうですね、まあ、なんか僕が普段まあ書いてるのが四角サイズでクレーの P とか、で四角サイズのパネルを僕は普通にまあその作品のモチーフにとか作りたい空間に合わせて選んでるんですけど、それを今回この寸法で、まあ、ほんとシンプルに見た時に、なんていうんですかね、僕普段こんな大きさのものを描いてたのかというか、あとはこの輪郭がこの四角だけで出てきたときに、本当すごい根本的に、なんで絵を四角い中に描いてるのかなとか、なんかそういう発見もありましたね。あ、なるほど。なんか作家ならではの視点ですよね。確かにそうか、そうですね。なんかこう絵って大体、まあ、今本当円形のパネルとかもありますけど、大体皆さん四角を使うじゃないですか。でそれがなんか全部こう四角い形に、まあ、縦横比は違えば出てきたときに、なんで絵を四角の中に収めなければいけないわけじゃないんですけど、なんでそうするのかなっていうのが単純な疑問というか、それが出てきたりはしましたね。あとは鮫島さんからお話しいただいたときに、この側面パネルの縦横だけじゃなくて厚みもっていうことで伺って、僕から厚みそんなに意識したことなかったんですけど、まあ、確かにパネル越えつけて厚みもあるようなと思って、今回ちょっと側面を変えて、普段あんまりしないんですけど描画を。綺麗ですね。そうなんですか。一応全部側面も、あ、普段してないん、してる時もあるんですけど、あ、でもそっか、これなんかは本当この国旗と同じ風に、あ、タイトルがイタリア生まれフランス育ちのメルヘンスイーツってタイトルで、この正面にイタリア国旗があるんですけど、側面はあのフランス国旗の青白。あ、なるほど。これもまたすごいな。今回はここもあの意識、あ、そっか、そうかもしれないです。僕やっぱ立体作家だからか、結構平面のその絵画見るときも横見るんですよ、いつも。そういう見方の違いもあったのかもしれないですね。平面作家さんでもやっぱ側面まで描画する人もいるんですけど、どちらかというとやっぱこの面だけというか、でも絵画のこの厚みっていうのもあっても面白いのかなと思って、まあそうすると立体、あ、だからある意味立体としても捉えられますよね。面白い。面白い。